煽り運転とは、道路を走行する運転者が、何らかの原因や目的で、運転中に、他の運転者を煽ることによって、道路における、交通の危険を生じさせ、通行を乱れりに妨害する行為の総称である。日本の道路交通法においては、妨害運転とされている。煽り運転とは、自動車などの運転中に、車間距離を極端に詰めたり幅寄せを行ったりする行為を言う。 渋滞は人をイライラさせやすく、怒りが爆発して、ロードレイジを引き起こしやすい。英語では、他者のすぐ後ろについて煽る行為を、テールゲーティングという。テールゲートは、トラック後部の扉のことであり、これを同士化したものである。また、後続の車両を妨害する目的で急ブレーキをかける、ことを、ブレーキテスト、または、ブレーキチェックという。一方、 路上での激怒を意味する、ロードレイジという語もある。これは運転手が、他の自動車等の割り込みや追い越しなどに腹を立てて、過激な報復行動をとること。ただし自動車に限らず、自転車などの軽車両を運転する者が、ロードレイジを引き起こす事例もある。日本語の、煽り運転という語は、従前は、テールゲーティングのことであったが、東米高速夫婦死亡事故が、 マスコミなどで報じられて以降、ロードレージを指して、煽り運転という語を使うケースも散見されている。人は車を運転している時は、気が大きくなる、心理傾向がある。車は自分の思い通りに動く、鎧のようなもので、自分が守られている空間であるからこそ、気が大きくなる。従って、自分の思い通りにならない時は、些細なことでも怒りの感情が現れやすいとされている。 よく、ハンドルを握ると性格が変わると言われるのもこのためで、ある。また、車のナンバーでは、個人情報が特定ができないという運転者の誤った思い込みから、衝動的な行動に走りやすい点もある。研究によると、大きくて、目線の高い車や高級車に乗ると自分が高級になったと錯覚しやすく、一部には、気が大きくなって攻撃的になるドライバーもいる。 また多数のステッカーや装飾品でカスタムを施している車両は特にロードレージを引き起こしやすい傾向がある。滋賀県警が2017年以降に摘発した事例を分析したところ、煽る側の運転者には短期、自己顕示欲が強いという特徴が見られる。怒りを感じた時に起こす行動の大半はクラクションを鳴らす、車間を詰めて煽るなどであるが中には 相手の車を停車させ、脅迫したり車から引きずり出して、暴行を加えたりするなど、警報犯を犯す者もいる。ロードレイジの主な発生要因上述のように、前方を走行する車に対する以下の行為等が、煽り運転に含められることが多い。煽り運転は危険運転の一つに分類され、危険運転を原因として、相手を死傷させた場合は軽傷であっても、 危険運転致死傷罪が適用されて、最長20年の懲役に処され、運転免許は、基礎点数45から62点により、免許取り消し、結核期間後から10年の行政処分を受けることになる。故意で人を死に追いやった場合は、殺人罪が適用され、死刑、または無期もしくは5年以上の懲役に処せられることにも、なる。また、 故意に幅寄せした場合は暴行罪として立件される場合もある。安全な車間距離を取らずに前車に著しく接近する行為は道路交通法26条が禁止する車間距離不保持に該当する。高速道路での車間距離不保持については刑事罰として3ヶ月の懲役、または5万円の罰金、普通車で9000円の反則金、基礎点数2点となり、 一般道での車間距離不保持については、刑事罰として5万円の罰金、普通車で6000円の反則金、基礎点数1点となる。一方、煽り運転に起因する事故については、煽られた前車の方も異常な高速度で走行、車間の不保持、方向指示器を点滅させない、無理な割り込みなどで、事故を弱気している状況がままあり、そのような場合、緊急避難は成立しない。 2013年の札幌高等裁判所においては、後続者に煽り運転をされたからといって、異常な高速度で進行を継続した前者の、速度超過の罪が緊急避難に該当するわけではない、旨を判示している。煽り運転に関する行為を処罰する、改正道路交通法が、第201回国会、2020年6月2日に、可決成立、同等日に交付され、 6月30日に施行。改正道路交通法では、他の車両等の通行を妨害する目的かつ、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせる恐れのある方法により、故意に次の行為をしたすべての運転者が処罰対象となる。罰則は、高速自動車国道及び自動車専用道路において、他の自動車を停止させ、 その他著しい交通の危険を生じさせた場合における対象行為は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されかつ妨害運転として運転免許の行政処分対象となるそれ以外の対象行為は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されかつ妨害運転となるまた対象行為を行った自転車の運転者は 3年以内に2回違反した14歳以上に自転車運転者講習を義務付ける。自転車の主な煽り運転の危険行為は、なお、危険運転致死傷罪の妨害運転致死傷は、常実の道路交通法の妨害運転罪と相似するが、こちらは2001年以降に制定された規定であり、主として他の人や車両の通行を妨害する目的で、 走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人、または車に著しく接近し、よって他人を死傷させた場合に重罪として処罰されるものである。2019年の日本国内における煽り運転に関する道路交通法違反件数は15,065件であった。都道府県警察は煽り運転に関する取り締まりを強化しており、 摘発件数は2017年と比較すると約2年で2倍以上に増えている。このうち9割以上は高速道路上での摘発であり、44件は刑法が適用された。加害者の特徴警察庁が2019年までの2年間に摘発された悪質な煽り運転133件を分析した結果ではであった。煽り運転の理由は 進行の邪魔をされたが、最多で割り込まれた、追い抜かれたなどが続くが、警察庁によると、それらの理由の半数は、加害者の一方的な思い込みだったという。被害経験中、リヒ保険の2020年をおり、運転実態調査によると、ドライバーの70.4%が煽り運転をされた経験があるという。このうち、 78.5%の人が車体を接近させてもっと早く走るよう挑発されたとされ、2位の車体を接近させて幅寄せされた21.0%と合わせて煽り運転では車体を接近させる行為が多い。また、被害に遭った半数以上が軽自動車であり、小型の車が煽り運転を受けやすい傾向にあった。 免許保有者10万人あたりの被害者では10代が最も多かった。取締りの強化2018年1月、警察庁は前述の透明高速夫婦死亡事故により煽り運転の取締り強化を通達した。通達により、車を運転することが著しく交通に危険を生じさせる恐れがある運転者は危険性対応者とされ、 交通違反による点数の累積なしに180日間の免許停止処分が課される。警察庁はあらゆる法令を駆使し、厳正な捜査を徹底し、積極的な交通指導取締りを行うとウェブサイト上で表明している。運転手による対策煽り運転の有効な対策の一つが自動車へのドライブレコーダーの取り付け、搭載である。 ドライブレコーダーによって残された、煽られた際の記録が警察や裁判所に提出されることで捜査や被害者による告訴の際有力な証拠となる。前方視界用だけでも有効ではあるが、より確実な煽り運転対策のため後方視界用も取り付けることが推奨されている。煽り運転にあった際、同乗者がいる場合はスマートフォンやデジタルカメラで 直ちに録画してもらうのも有効である。ドライブレコーダーの視覚を撮影できるほか、追い抜かれる際、相手の車や運転者同乗者をよりはっきりと撮影できるだけでなく、相手が下車して迫ってきた場合の記録手段としても、機能する。国土交通省は、新車へのドライブレコーダー搭載の義務化を検討してきたが、2018年3月、 2020年をメドに高速道路や一部地域での自動運転の実用化を目指す日本国政府が乗用車などの自動運転の実現に向けて取りまとめられた法整備の対抗案において2018年夏をメドに自動運転車に必要な装備のガイドラインを策定。特にデータ記録装置に関しては事故が起きた場合に事故原因を明確にできるよう 2018年をめどにドライブレコーダーの搭載を義務化するとしている。運転者自身の心がけ道路情報版に掲示された心がけの例、煽り運転を起こさない。思いやりと譲り合いの運転を新名新高速道路の小物インターチェンジの料金所にて、警察庁、都道府県警察は、煽り運転による交通事故を防ぐため、運転者に対して以下の点について、 心がけるよう呼びかけている。煽り運転にあった場合の対応愛知県警、高速隊所属の警部補、矢部上厚氏は、煽り運転を受けた場合の対応として、以下の点を挙げている。警察による専用サイト解説2019年11月21日に、岡山県警察は、煽り運転など危険運転の情報や映像の提供を求める。 岡山県青利百十番機退治ボックスを開設した。罰則の強化2020年6月30日から道路交通法に妨害運転に対する罰則が施行され、他の車両等の通行を妨害する目的で急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行った場合、最大で懲役3年の刑または50万円以下の罰金が科される。また、 あおり運転を起こした者は、行政処分として、運転免許証が取り消されることになった。韓国では、報復運転と呼ばれる。報復運転に関する刑事罰としては、特殊障害、特殊暴行、特殊脅迫、特殊損壊があり、特に特殊障害罪が適用された場合、2年以上20年以下の懲役刑に処されることがある。また、行政処分としては、 刑事立件された場合には運転免許点数が100点、加算され100日間運転免許停止の処分を受ける。ほか、拘束された場合には運転免許取り消しかつ、結核期間1年の処分を受ける。取締りや、摘発の強化2015年に、大きな社会問題になると警察は、集中取締りをした。また、加害者の逆恨みによる報復を恐れて、 申告を敬遠することを防ぐために、匿名での申告を受け付けている。韓国で煽り運転に遭遇した場合、煽り運転に巻き込まれた場合は、会社線に移動して停車した上で、112番に通報することが最善だが、それが困難な場合は、ドライブレコーダーの映像を、サイバー警察庁コーナーなどに申告する。人通りの多いところや CCTV のあるところに移動する。 ドイツの最低車間距離標識道路標識によって最低車間距離が指定されていない場合は車両速度の半分の車間距離を確保しなければならないドイツでは右側通行のため片側に車線が複数ある道路では右側車線が空いている場合は可能な限り右側の車線を利用しなければならず左側車線は混雑時を除き追い越しのみに使用されるまた追い越しは 追い越される車両よりも十分に速い速度で行わなければならず、あまり変わらない速度で追い越した場合は違反となり、理由なく第二通行帯や追い越し車線などに止まることは許されない。追い越しの意思を知らせるために短いクラクションまたはライトによる煽り運転が法律で許可されてはいるが、その場合でも運転者は安全な車間距離を取らなければならない。 運転者は車両速度の半分の値をメートル単位にした車間距離を必ず確保しなければならない。例えば時速100キロメートルで走行中の場合、最低50メートルの車間距離を確保しなければならない。車間距離不保持の場合は走行速度と車間距離により最大400ユーロの罰金及び3ヶ月の免許停止となる。また、 渋滞時を除き右側からの追い越しは固く禁じられている。車両が追い越し車線を占有している場合も許されず、このような場合には警察は車両を停止させ、両方に罰金を課す。左側車線が混雑しているか低速で走行している場合にわずかに速い速度で追い抜くことができる。ドイツでは煽り運転に対しては現在のところ日本だと 最長10年で免許を再取得できるのと比べてもそれ以上に対応が厳しく大きな事故には至っていないケースでも裁判所がドライバーとして極めて危険と判断した場合一障害にわたって運転免許が剥奪される場合があるこの措置は社会の安全を守るためという理由で行われているありがとうございます